小池晋三は、日本の実業家。三栄建築設計創業者、代表取締役社長、メルディア d c 代表取締役社長、湘南ベルマーレ名誉会長、日本木造分譲住宅協会理事長、福島県藍住里町出身。1987年福島、県立若松商業高等学校卒業。1990年武蔵のリハウス入社。 1993年三 a コーポレーション設立、代表取締役社長就任。同じ家は作らない折理念に、一棟ずつデザイン、設計した住宅販売を進めて、業用を拡大し、2006年に名古屋証券取引所セントレックスに上場。2012年には東京証券取引所市場第一部上場を果たした。 2014年シード平和代表取締役社長2016年湘南ベルマーレ取締役2018年湘南ベルマーレ名誉会長2021年発起人として日本木造分譲住宅協会を設立し理事長に就任2019年に東日本を襲った台風19号によって氾濫した玉川の状況を知り大きなショックを受け その原因を徹底的に調査を行った。近年大型化する台風による歴史的な豪雨も要因の一つではあるが、それ以外に川の上流にある山林の保水力の低下が要因の一つと知り、木材を使って事業を行っている会社として何か地域に恩返しする方法がないかと考え、当時木造住宅においてはント以上を輸入材が占めており、 国産材の活用が進まないため、日本の森林がいわば放置されている状況にあることを知った。国産木材の需要を少しでも広げれば、日本の森林問題解決の一助となる。その思いから、コストアップは承知の上で、国産木材の使用割合を100%にすると誓った。ありがとうございます。